皆さんこんにちは、カニバルボーイズの福岡亮太です。本日はですね、皆さんからのご要望があったりだったりとかなかったりだったりとかした、このチューバっていう楽器をちょっとね、いろいろと説明したりとか、どんな楽器なんだよとか、その魅力を皆さんにはお知らせしたりとかするような動画を撮ってます。ですね、まずそもそもチューバっていう楽器は大きく分けると金管楽器という楽器に分類されるんですけれども、金管楽器っていうのはまあ名前の通り、この楽器自体が金属でできている楽器のことで、実はその楽器って全て同じ音の出し方なんですけど、このね、マウスピースっていうのがあるんです。見えますか？マウスピースね。このマウスピースっていうのにこうやって口を当てて、でこの唇を振動させることによって、その振動が楽器に伝わって音が出るっていう仕組みなんですけど、まあ、チューバはね、このマウスピースかなり大きいですよね。トランペットのなんか3倍ぐらいの大きさあるんじゃないですかね。でチューバは楽器が大きい分、その分低い音が出ます。低い音が出るので、例えばオーケストラだったりとか吹奏楽とかで、まあ、低音のパートを任されることが多くて、例えばそのハーモニーの土台を作ったりだったりとか、あとはその伴奏、なんかこう刻みを打ったりだったりとかすることが多い楽器です。だけれども、我々カーニバルボーイズの動画ではチューバね、そういうことをやんないんですよね。でなんでやんないかっていうと、チューバってやっぱり本当は皆さんのイメージしてるちょっとやぼったい感じだったりとか、重い感じだったりとかじゃない一面ってすごくたくさんあって、例えば軽快に細やかな動きをすることができたりだとか、ハイトーン、高い音ですごく美しくメロディーを奏でることができたりだとか、そういう魅力がいっぱいあるんです、チューバって。で僕たちのこういう動画を通して皆さんにそういったチューバの魅力がお届けできればなと思って、毎週毎週動画を配信してるわけなんですけれども、今日は初めてですね、このチューバだけの録音をして、多重録音って言って、まあ、自分の全部自分です。全部この福岡亮太の音で一曲撮ってみました。それを聞いていただいて、あ、チューバってこんな魅力があるんだなとか、こんなこともできるんだなっていうのを皆さんに知っていただければと思います。というわけで、今日は全て、僕のチューバで多重録音をしまして、熊野プーさんという曲を演奏したんですけれども、この曲を通してチューバの魅力が皆さんに伝わればと思っております。それではどうぞ。